何でも知ってる僕のおじいちゃん。おじいちゃんはどうしてそんなに物知りなのって聞いたら、おじいちゃんも小さい時におじいちゃんに教えてもらったんだって。僕もおじいちゃんになったら教える日が来るのかな。あなたとあなたの明日を考える朝岡コーポレーションです。